地方自治体のさまざまな広報活動について審査し表彰する全国広報コンクールにおいて、この度中野区のプロモーション事業である中野ミューラルプロジェクトが広報企画部門で入選しました。中野区がこのコンクールに入選したのは初めてとなります。今回入選した中野ミューラルプロジェクトとは、中野に新たな文化芸術の名所を生み出すため、区内事業者と区が連携して進めるアートを通したプロモーション事業です。区内にはこれまで学校創立140周年記念として区立鷺宮小学校の体育館に描かれた壁画と、地域の記憶継承をテーマに中野駅前の北口広場に描かれたカラーユアコミュニティの2つの作品が誕生しました。今回結果を受けて中野区の酒井直人区長は、事業者や団体、区民とのつながりがミューラルプロジェクトという形になり、それが評価された今回の入選を嬉しく思う。改めて中野の最大の財産は人だということを実感した。今後も区民の誰もが身近に親しめる遊び心あふれる文化芸術を町全体に広げていきたいとコメントしています。また担当の校長広報課は、今回の入選を励みに人と町がつながることで新たなチャレンジが始まり、活力が生まれ発展していく町を実現しますと今後の意気込みを話しました。なお中野ミューラルプロジェクトは今年度と来年度にかけて規模を拡大し、区民や事業者の参画を経て区内に新たなミューラル制作を行っていくということです。